おはようございまーす。あとなんだっけな、あーそうだそうだ、ステッカーが届きました。これ本邦初公開です。ちょっと告知的なものが、昨日ねステッカーも届いてたんだよ、新作が。で、これが一番最初に手に入るのが昨日告知出したね、北海道。北海道で今度、何日だっけ、北海道の26日だね、これ。11時から13時、土曜日ね。で、今回、まあ私4年ぶりっていうのもあるしね、北海道でリアトツマツソの4年ぶりなんです。札幌市でやる。で、今回、機長くんと両達直も合同でやることに決まった3人で、ね。いや、どうなんだろうね、4年ぶりだからね、一応100人入るとこ予約したけど、会場は。まあでも2時間だから、ちょっと読めないな、どうだろうね。土曜日だから結構来んじゃないかな。400人ぐらい来んじゃない？で、100人の会場で、もっと来るかな？ 500 人ぐらい来るかな？ 4 年ぶりだからね。まあもちろん、機長くんとか、両タッチョくんのリスナーさんも来るかな？プラスね。まあ一応会場は私借りたんだよ。100人までしか入んないんだよ、マックスね。そうなの。定員はなし？だから定員はだから100名ね、とりあえずその会場は。だから、一人出たら一人入れるみたいなさ、そういう感じ。で、50人いなくなったら50人また入れるみたいなさ、それを2時間でできるかな、みたいな。なんで北海道ばっかり行くんだから、北海道4年ぶりって今聞かなかった。行ってないんですよ。4年ぶり、私リアトツマツソン。今言ったんね、5分前ぐらいに言ったよね、私ね。あ、なおみちゃん落ちませんきゅ。だから今回ね、そのために新しくステッカーを作ったんですよ。それが昨日届いたの。これちょっと初めて見せるよ。こちら。一応ね、5種類ね、作ったの。で、デザインはリスナーさんがね、プロに頼んでもらって制作してもらったやつね。そう。プロのデザインです。まあ、いつもはね、ミックスさんとかに私頼むんだけど、今回はまあ別の人って感じ？リスナーさんデザインでね。まず1個目、こちらでーす。かわいいでしょ。ブサイクモンジョリって言うんだけどね。で、発注、印刷屋に発注かけるときに、ブスモンジョリって私ね、フォルダー名を、データのフォルダー名を、ブスモンジョリっていうフォルダー名でした。ちょっとブスカワでしょ、これ。ブスモンジョリ。まあ、似てないけど、ブスなんか可愛い。で、次。これが、お昼寝ななちゃんっていうね。フォルダー名。お昼寝ななちゃん。こう、リラックスしててね。スヌーピーもいるし、さらに、ね、私の買ったやつとかね。アプリビジョンプロがあったりとか。ちょっとだるーみたいなさ、感じ？ほら。だるいよ、みたいなさ。ね。著作権は大丈夫だよね。だってこれ、顔見えてないし。しかも無料であげるやつだから別に売り物じゃないかも。関係ねえんだもん。商用じゃないかも。で、これが、まさつぐくんバージョン。フォルダー名、まさつぐ。これも可愛いよね。私の男の子バージョンみたいな。ちょっと湘南の風っぽいよね。で、こちら。これはね、私のキャラクター、京子ちゃんっていう。これちょっとなんか、5分みたいなやつ。悪霊隊さんみたいな。ペサリ、京子ちゃんすっか。京子ちゃん。いいでしょう。で、あと最後、もう1種類。これが可愛い方ね。さっきはブサイクな方。ブスと可愛いがん。これね。似てる似てないとかじゃなくて、今風な感じよね。可愛いけどいいんじゃないのって感じ。似てたらだって気持ち悪い絵になるじゃん。毎回。この5種類が、新作ですね、こちら。一番最初にもらえるのは札幌の人たちね、今度持ってくの。その後は、ハロウィンかな。次はね、北海道ハロウィンの順番でこれまあ配ろうかなって感じ、新作を。これ100枚ずつある。1,2,3,4。まあでも500枚だからまた注文しなきゃダメだ。ワンチャン北海道でなくなっちゃうかもしれない。ちょっと追加注文するけどね。まあいいでしょ、これ。で、なんだっけあれ。ハロウィンの方も、ちょっとね、もう会場取ったね。ちょっとまだ、場所とか言わないんだけど、ハロウィンの方も、まあお菓子とね、ステッカーを配るっていう、ね、毎年やってるやつなんだけど、まあ渋谷で場所取ったんで、毎年渋谷でやってるんだよ。で、今回は渋谷駅、徒歩2分ぐらいの場所。めっちゃさらに、前回より近くなったの。渋谷駅もうすぐ出てからすぐっていうところ。そこも100人ぐらいのところで撮ったんで。近いっしょ。で、今月はちょっとね、ファンイベントが増えるよね。まずは北海道にやとつまち、あとコスプレしてね、お菓子配りのイベントみたい。2回ね、リスナーさんのイベントがあるって感じかな。
何のコスプレ今年はあれなんだっけ、アラチ、アラ、アレチの魔女。よいしょ。じゃあすぐ飲もう。で、今日かなんか、その北海道の宿泊先とかをさ、機長くんが取ってくれんのよ。あの航空券とか。私はリア凸の会場を抑えちゃったんだけど、あとは全部機長くんが全部やってくれるみたいな。あの許可取りとかさ、今回。まあ、丸投げっていうか、私が今日は取っても説得力ないじゃん。みんな嘘だの何でもさ、電話しまくるじゃん。機長くんがちゃんとやってくれましたよって言ったらさ、安心感あるっしょ。そこの違いも、だからお願いしたのね。重なっちゃったから、この間とさ。ね、機長くんお願いっつってね、今回ちょっと許可取りもやってっつって、私もできんだけど、私がやったら絶対にダメそうになるじゃない、いつも通りね。そうなんだよ。ステッカー前のデザインの方がいい？で、前のデザインが欲しい人はもうまあ、もう終わってるからね。今回はこれで行きますって言ってんの。新しいものに変えていかないとね。いや、でも、この間このシールを配った時めちゃくちゃ大好評だったね。ババアとか嫌だとか言うんだよ。可愛いの嫌だみたいな。若い子はめっちゃ嬉しがってた。これ可愛いとか言ってさ。感覚の違い？おばちゃんたちは前のね、あの、汚ねえステッカーの方がいい。な、汚ねえさん。リアルっぽいデザイン。ポップな感じとかは若い女の子の方がいいよね。だから私がそれでやりますって言うんだから、しょうがないんだってそれでやりたいんだから。しかもね、無料であげてるものをさ、何々がいいとか言わないでくれ。逆に。有料で売ってるわけじゃねえんだから。ね、デザインのダメ出しとかしないでくれる。ね、そうなの。で、そこら辺のね、駅前とかでさ、ティッシュ配りしてね、無料でもらってさ、文句言う？このティッシュはちょっと曲がってるとかさ、そういうこと言ってんだよ。ね、ティッシュ配りのお兄さんとかいるじゃん。それもらってね、ティッシュが曲がってる。3枚足りないわとかさ、前のデザインの方が良かったわって言ってるようなもん。頭おかしすぎだな。病気だな。お布施は受け取るのに、当たり前じゃないの。なんで受け取んないの。誰だってお金出されたら取るだろう。なあ、捨てる人いるのかよ。なあ、1万円もらったら1万円もらえますよ。当たり前で1万円欲しいんだから。え、でね、手ぶらとかでもいいよ。別に私はみんなも、持ってこいなんて言ってないよね。逆に持ってこないでって言ってるよ。だけどみんなが持ってくるからいただいてるわけ悪いからさ。ね、プレゼントとか持ってこなくていいですよって言ってさ。ね、手ぶらで帰りたいし。で、スーツケースの中入んないんだもん、結局プレゼント持ってこられて。それなのに持ってくる人いるからね、お菓子だの食べ物だ。なんでいらないかって言ってるのわかる？私がプレゼント持って帰れない。で、前まではそれはね、じゃあ受け取って、全部受け取ってたもん。食べ物とかもさ、でっかいやつとか。それで、ね、結局、じゃあ例えば北海道に旅行に行ったとしてね、飛行機で持って帰れないから郵送にするわけ。それで郵送にしたら、郵送代だけで3万円とかかかんのよ。ね、宅急便で送るのに何箱？ 5 箱ぐらいになるの。でっかいやつ。だったら、ね、もう持ってこなくてもいいよって言って、そうでしょ？ステッカーにスヌーピーを使うのは罰だから、無料で配ってんだからいいだろっちゅうの。ね。別に売り物じゃないんだから著作権には引っかかんないでしょっつうの。それを私が例えばステッカーを1000円とかで売ったら問題になるけどね。しかもスヌーピーってわかんないじゃん。顔が見えてないんだから。じゃないの、さっきのでしょ？ね、後ろ姿じゃん。犬じゃん、普通に。そうやってさ、またさ、上げ足を取ってくるんでね、ここの人たちって、ね。風だよね、これね。顔見えてないんじゃん。風じゃない、これ。こういう犬のデザインってない。ね、どちらかというと、スヌーピーに見えないんじゃないの、これ。スヌーピーって言われたスヌーピーだけど、みたいな。パッと見ね、犬しか見えないっしょ。ビーグル犬でね、ビーグル。ビーグルの、じゃイラストとか全部スヌーピーなん違うっしょ。ね。ほんとだよ。白と黒だったらそれはないの？だから、売り物じゃないから大丈夫って言って調べておる。商用じゃないから。そのね、ステッカーを売って、私は収益を上げてるわけじゃないの。そういう配信者もいるよ。1枚いくらとか売って。だそういうものをね、言われたから私は無料で上げるようになったんだよね。昔あった著作権に引っかかって、それで、ガチャ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 ね、炎上したんだ。そのステッカーの絵で揉めた。それから私は、じゃあ無料で上げましょうってなったの。オッケー。で、営利目的とかじゃなくて、もろスヌーピーだったら言われてもいいけど、スヌーピーじゃないよね。あれ、風じゃん。あんな T シャツとか売ってるし、ね、スヌーピーすらもう変えてないし、ただ白黒の犬じゃん、みたいな。
印刷元は絶対喋っちゃダメだよ。奈々ちゃんが罰に値する。なんで罪に問われる必要があるかなって。ないです。だったらもうね、とっくに私訴えられてますよ。書いたリスナーが書いたわけじゃないから、デザイナーさんが書いたからね。プロが、じゃあプロが書いてるってことそういうことよね。オッケーってことでしょ。そうじゃん、風に書いてんだ。デザイナーさんだってわかるじゃん、そこら辺著作権の問題とかさ。プロなんだからね、絶対にわかってるはずよ。だから風にしてるんで、もろスヌーピーにしないで、ね、で、そういう話をしたいわけじゃないんだよね。北海道のリスナーさんにあげたいわけ。もうここの人たちってさ、本当に意地が悪いよね。もう楽しみとかね。あー、じゃあ会える人はね、いいわね、でいいじゃん。そのスッカーのデザインがどうのこうとかさ、昨日に引き続きに。ね、昨日は粗大ゴミ、今日は何ステッカー？わざと炎上させようとしてんの？ごめんなさい。私、今年炎上してないんで。生まれ変わったんで、クリーン藤沢なんで。今年一回も炎上してません。何も申し訳ないんだけど。炎上しなくても、ね、メンバーシップ増えてるし、収益も上がってます。すいません。クリーンですから。苦情とかも来てません。規制も食らってません。どのサイトも。すべてのサイトで規制食らってません、今年も。すいません。養分君とプレゼント、昨日養分伊藤君誕生日だったみたいだけどね。でもいつもプレゼントあげてないんだよ、私。あっちからももらってないし。まあ、たまにもらうときあるけど、ね、もう昔からそういう感じ。まあ、おめでとうとか言うけど、まあ、そういうラフな感じよね、私たちは、ね。別にいいじゃん、みたいな。まあ、そういう付き合い。まあ、仲がいいからこそそうなんだよね。そう、関係性。昔とかあげてたんだけど、その時は好きだったからね、彼のことを、ね。ガチで好きで、養分のことね。結婚する前の話ね。財布とかあげたんで、5万円する財布とかさ、5万円するホテルにね、一緒に泊まったりとかあったの。計10万円ぐらいのさ、誕生日プレゼントあげたりとかね。まだツイキャスに収益がついてなくて、あの時ね、私が夜働いてる時、自分のね、本当に稼いだお金で、そういうの出したりとかしてたんだけど、今年は忘れてたね、もろ。忘れててごめんね、って言ったらいいよってさ、なんかじゃあ物あげるって言ったらいらないってさ。ただ、モンジョリからのね、毎年一番最初にね、LINE が入るのに、ちょっと寂しかったって言って、私一番に怒るの。養分君の誕生日の時はさ。ちょっとバタバタしててね。なんかああいうさ、なんかパーティーみたいなってんふわっち。あれも実は行きたいんだけど、なんか場違いかなって私は思ってんだよね。前一緒にお祝いしてあげたいなと思ってんだけど、だってあれはふわっちのさ、男の配信者のパーティー会じゃんね。ふわっちの大手さんが集めてね、高額なプレゼントするっていう企画みたいな感じや。みんなでその関係性みたいのがあるかな。なんか行きづらいよね、ああいうの。入りづらいっていうかね。そうそう、私もなんかね、場違いだと思って行きたいんだけど、行かないんだ、ああいうの。機長くんとかも行かない理由はそうじゃない。多分自分のなんかこう立ち位置とか考えて、ああいうね、大勢いるとか苦手だし。なんでミックスさんのことはこれしつけんだよ、ステッカーの話や。もう話をさ、今さ、最初に進めてんじゃん。いつまでステッカーの話をすんの。ステッカーお化けね、ステッカーお化けだよね。ステッカーってさ、夜中に出てくんだよ、お化け。ステッカーってさ、化け物だよね。もう悪霊退散。しつこくね、言わないんですよね。ステッカーおばっ。ミックスさんと揉めたことは言わない。揉めてない。前まで作ってくれたステッカーの絵師さんね。ミックスさんと揉めてないっす、私。揉めたから新しいやつにしたわけじゃない。リスナーさんがね、デザインを作っちゃってね、デザイナーにちゃんと頼んでいいものを作ってきたから今回使うってこと。もったいないじゃん。わざわざデザイン、プロに頼んでね、作ってもらってね、デザインがあるんだもん。で、私も気に入ったからそれを使ってるだけ。そういうこと。まあ、今まではそっちにね、ミックスさんに頼んでたけど、今回はそっちの方が良かったから頼んだな。なんかおかしい、それ。でも結局ね、別に売り物じゃないし、無料だから、誰のデザイン使おうか関係ないじゃん。まあ、今までミックスさんでね、やってたんだけど、今回はそういう理由があって、やってるだけ。まあ、たまに変化を与えた方がいいんじゃないの。デザインも毎回一緒じゃん。絵自体は一緒じゃん。違うものを配ってあげた方が、みんなも新鮮なんじゃないかな。次回はミックスさんに頼んでもいいし、ね。ミックスさんね、そんなことね、なんとも思ってないと思う。ね、あの人も、ね、
自分の良かれという気持ちでああやってさ、配信者の絵を描いたりね、ステッカーの作成したりとかしてんね、みんなのリスナーさんの絵を描いたりさ。なんか喧嘩なんてしてないからね、私。で、毎回ね、私は、いらないって言うけど、ステッカーを作るときは、謝礼を払ってる。少ないけどね。お気持ちで、買わせてもらってるから。甘ギフを毎回あげてます。そう、お気持ち程度、それいくらとか言うのはいやらしいじゃん。だってそういうのみんな好きだよね。私のことね、金の亡者とかね、金の話ばっかって言うけど、あなたたちが一番金の亡者だ。そういうのちょこちょこ気になってさ、いや、その相場はね、分かってるけどね。だいたい1枚の絵を描いてもらえば3万円とかだよ、ステッカーの絵はね。一つのデザイン、私はデザインの仕事をしてたから分かんない。だいたい3万円、作業代で1万円ね、人件費1万円で、まあデザイン自体の大元の値段は2万円かな。デザインをするだけで、ね、あとはまあ色の数とかさ、その作業時間とかにもよるんだけど、まあステッカーの絵だったらまあ1日から3日ぐらいできんね、ちゃんとしたもの。ナナちゃんの気持ちをくらいしつけばバーだな、ステッカーお化け。もうよくない？ステッカーの話しつこいのも巻いてくんだよ。本当にしつこいよね、この人たちね。もう悪霊退散するしかないよね。あ、で、今日ね、私ね、打ち合わせに行くのよ。ゼロワンくんと無限くんと。夜なんだけどね、それ。この間言ってたじゃん、話。お仕事の話。TikTok で、新しいね、番組をやるの。それに、ゲスト出演する予定で、予定というかもう決まったんだけどね。それのね、日程が決まりましたね。一応。10月30日の水曜日の20時に、TikTok の新番組、こちらの方に出演させていただきます。で、今日はその打ち合わせを夜やるんだよね。で、チラッと聞いたんだけど、みんなが知ってる芸能人とかもね、今日来るんだよね。まあ言えないんだけど、名前とか。芸能人も何人か一緒に、打ち合わせ。ちょっと詳しい内容は言えないんだけど、まあ本番を見ればわかるかな、みたいな。みんな誰でも知ってる人。相当面白い番組になると思う。私は会ったことないんだけど、ね、初めて会うんだけど、その芸能人たち。今もその人売れてる、テレビに出てる。現役です、現役。なんかまあ放送自体はね、10月の30日、まだあるけどさ。で、なんか専門のね、その番組のチャンネルを作るみたい。例えばゼロワンとか、無限くん私の枠とかでやるんじゃなくて、その番組の、チャンネル的なね、アカウントを作ってそこで放送するみたい。まあそういうのができたらね、またね、みんなにフォローしてとか言うけど、宣伝でね。いや、でもね、みんなにも得があるの。なんて言えばいいの、ちょっと詳しくは話せないんだけど、還元がある。みんなにも、とんでもない還元があるってこと。リスナーさん。だから絶対に見た方がいいと思うよ。まあそこまでは話した方がいいと。じゃ、マルチじゃない、マルチじゃない。で、ちゃんと、スポンサーっていうかさ、テレビ局のスタッフも入る。テレビとかをちゃんと作ってるね。そのまんま、テレビ番組作るスタッフとか、プロデューサーとかもガツンと入るし、スタジオとかもちゃんと、ね、テレビとかで使ってるようなとこ。すんごいね。だから制作費自体やべえんじゃないかな。一応ね、そのサイクルとしては、まあ、何回かやるみたい。まあ、なんていうの、テレビ番組みたいにさ、月何回みたいなのあるみたい。ただ私は、初回出演って感じ。なんか、反応が良ければまた呼ばれたとかさ、そういうのもあるみたい。そうなの。あ、そうそうそう、その、イロピさんっていうのに今日初めて会う。イロピさんって人。ちょっと楽しみなんだけどね、話すのね。イケメンなの。まあ、無限くんのリア友だよね、確かに。無限くんのリア友で、めっちゃお金持ちなの。資産家っていうかさ、多分何百億ぐらい持ってんじゃないの。え、既婚者なの？別れてよ。私のために別れてくんないかし。あ、ダメだ。慰謝料を取られちゃうからダメだ。半分ぐらい取られちゃうでしょ。でも、あれだね。不倫もダメだし。お釜だったら許されるかしらとか。奥さんも綺麗なんだ。なんでみんな知ってんの？詳しくない？すごいね。でもまあ仲良くした方がいいよね。これかな？そういうね。いろんな配信のさ、企画とかにも呼ばれるかもしんないし。気に入ってもらえれば、ちゃんと仕事をすればさ。ね。そういうのちょこちょこ呼んでもらって、ね。そう。そういう外部のお仕事とかもね。金目当てって、だってさ、まあ、初めてだからね、ギャラ100万って。私ギャラ100万だからね、今回。2時間で100万。2時間で100万円もらえるのよ。だからもう気合入ってさ、初めてっすよ。今までね、3万円とか5万円だったんだよ、私。高くて5万円。そう。それが20倍のギャラをもらえるっていうのがね、結構プレッシャーだけど、ね。そんぐらいの、
価値があることができんのかっていうさ、そう、顔を引きつるの、100万円で顔面殴られてる感じだからね。で、まあ、ゼロワン君とね、無限君がいるかな。ね、一人だけでやるわけじゃないし、まあ、多分助けてくれると思うけど、下ネタとか別に言わなくても話せるからな。じゃな、だって今放送してて、私下ネタ一回も言ってないのみんな知ってる。今、1時間半で一回も下ネタ、面白く話せんのか。まあ、普通通りでいいんじゃない今、いつも通り。それをなんかテレビ番組だからってさ、なんちゃらみたいにやると、また違ってくるじゃん。だから生放送だから私たちが呼ばれてるわけでしょ。生放送に関しても私たちは毎日やってるし、まあ、どちらかというとプロ、そのさ、芸人さんとかより全然うまいんでしょ、私たちの方。回し方とかね。意外とあの芸能人とか芸人さんを呼んでもさ、面白くないんだよ、生放送に。それはみんな見たことあるし。意外とできない。それはなぜかというと、やっぱ台本とかさ、言うことも決まってるし、脚本家とかもいるからね。でも今回ね、脚本とか多分台本もあるんだよね。それ通りにやってかなきゃいけないのかな、みたいなさ、私苦手なんだよね、脚本。脚本とか台本さ。あ、みみちゃん、お茶爆選挙ナイス。あ、でも、まあ、閲覧は言ってたね。だから、閲覧はとんでもないぐらいに上げたいって言ってた。過去最高の数値を出したいって言ってたね。だから、行くのかなみたいなさ。ちょっとドキドキで、まあ、1万人とか多分超えると思うけど、どこまで見てんのかなってさ、4万人とか5万人とかまで見てんのかなみたいなさ。ただ、その、炎上とかね、そういう数字じゃなくて、綺麗な数字を出したいわけ。あちら側としてます。なんか、これこれさんとこも呼ばれんじゃない次。もしかしたらね、呼ばれんじゃないの。でもさ、やっぱりさ、字幕でやるのとお呼ばれして出るのと数字が結構変わってくる。他の枠に出演して閲覧を出すのって難しい。自分の枠だったら全然マックス出せるんだけど、そうなのよ。なんか不思議とね、ここでは出るんだけど他の枠行った途端に半分になったりとかするのよ。あれ不思議よね、本当に。そういう現象があるのよ。他のサイト行ったりとかするととかさ、なんなんのね、みんな追っかけてこないっていうか、そうなんだよ。なんか結構宣伝とか。そういうのが大事なんだよ。やるっていうのを知らない人もいるし、ね、結構しつこく宣伝していかないと。そうなのよ。だから衣装まで買っちゃったよ、今日さ、打ち合わせ用の。ね、一応ね、打ち合わせなんで、こうジャージと T シャツじゃ無理じゃん。ちょっとフォーマルな衣装をね、まあ、5000円ぐらいの衣装だけどさ、ちょっとね、秋っぽい、秋冬みたいな。ちょっとスーツっぽいさやつを、今日これ打ち合わせに着てこっかな、みたいなね。夜だし、どうかし。ちょっと着てみよっか。まだ着てないんだよね、私。だらしないのが一番だろうな。あ、二人じゃん。いいじゃん。いいんじゃない？どう？いいんじゃないの？あ、いいじゃないの？どう？よいしょ。いいじゃないの。ね、パンツっぽい。いいんじゃないの？ちょっとあれかね。伸ばしてね。お腹が目立ってもいいんじゃない？目立って。で、なんか T シャツとかでもいいんじゃない？黒い T シャツとかね。これが変になったの。T シャツでいいんじゃない？ピッとしたね。ちょ、今欲がないの？この T シャツか、なんか、あれみたいなね。それかもうここを止めちゃうかね。こういう風、ピンかなんか。透けて見えるというか、まあ、打ち合わせだからね、そんな派手な子でも、スーツルックみたいなさ。いや、おつやじゃないし、これでヒール履けば。もう服じゃない、これ。ここじゃないよね、全然。サングラスあるある。サングラスは。どこ行ったっけな。どっかにある。いないな、サングラス。サングラスでも死んでもよくない？ね。白 T シャツの方がいいの。ピチピチの。大きいサイズしかないんだよね。ワンピースだとおかしいよね、打ち合わせでね。スーツルックの方が良くない？こういう。おかしいだろ、ワンピースと。そんな可愛くぶったって知らないじゃん。だって打ち合わせなんだからさ。仕事だよ、仕事。ねえ。こうやって足首便利じゃない？こう。こういう感じでね。こういう感じで。なんかノートかなんか持ってさ。こうね。ノートとペン持ってさ。こういう感じでね。こういう感じで。ドレスとかだったらおかしいよね、絶対にね、打ち合わせで、仕事の打ち合わせで。ドレスなんて着てくる人なんていないよね。パーティーじゃねえんだから。いや、本番はドレスとかでもいいよ、その番組の。番組の本番だったらいいけど、ね、そうじゃん。これがちょっとね、めっちゃすぎなんだよ。これ伸ばすか、これ。こうやって。伸ばしてね。これダルーンってなったんだよな、これ。だいぶ。これでいいんじゃない？伸ばして伸ばして。どう？ちょっとさっきよりは良くなったね。でも座るとやばいね、これね。
どうしよう。まあ、上着は一緒。上着と下は一緒、パンツ6。中だよね、中だけ。中だけちゃんとブラジャーして、変えればいいんじゃない。真っ白い T シャツってないな。どうすればいいの ?T シャツないんだよな。あ、ちょうど体操着があるんだけど、これどう?このサイズいいんじゃない?これさ、でも隠れるからいいよね、ほら。これじゃん、正解。これいいじゃん。このまんまだとおかしいよ、体操着だってね。このまんまだと体操着だけど、これを着れば、ほら、どう?いいじゃん。おかしくないでしょ。いや、ここは隠れればね。ただ、これも、お腹が。これでいいじゃん、これでどう?だって、新品のいいやつがないんだよ。これしかないんだもん、最近で。いや、首元はだってこういう T シャツとかあるじゃん。あるよね。みんなもう体操服っていうイメージがあるけど、初めて見た時もわかんないよ。こういう襟首のやつあるじゃん。あるでしょ?全体的に見て。これでいいじゃん、ほんと。うん。カジュアルでいいよね。打ち合わせって感じな。2階で探して、2階だってカビ生えてるもん。カビが。で、見てくる?なんか黒の方がいいの?白がいいの?これしかないもんだって。シャツでいいんじゃない?白いシャツ。これどう?これいいんじゃない?これありだよね。これいいんだろうな。だけど、これでどう?これでいいんじゃない?で、上着も着ちゃえばね。どうですか?まあ、ここは開けた方がいいかな。ここは開けて。まあ、メイクとかもするけど。まあ、さっきよりはいいよね。徐々に上がってきたんで、レベルが。全体を見て全体。これでヒール履けば完璧じゃない?まあ、それっぽくは見えるような。ね。清潔感あるし、まあね、秋っぽいし、みたいな。地味?打ち合わせで派手にしたってしゃあないやんな。だからドレスとかやめた方がいいと思うよ、マジでワンピース。キャバクラの女じゃねえんだからな。一体じゃねえんだ。うん。これでいいんじゃないの?もうちょい上にあった方がいいかね、こうね。リボンを取って、このリボンが可愛いんじゃん。リボン取ったらこういう風になるよ、なんと矢沢永吉みたいに。取れないんだよ、この。矢沢永吉みたいになっちゃうよ、これ。どうすんのよ。やっぱリボンの方がいいでしょ?だってここ取れないんだもん、これくっついて。どうすんの?取れない場合は。上に切るのはおかしいでしょ?だって。これつけた方がいいよね、やっぱリボンね。こういうとこで可愛さを出せばいいんじゃないの?こういう感じで。あった方がいいよね、リボンね。もっと上でくくる?で、上だと長さがおかしいじゃん。この下だよね、多分ね、こういうのね。上だったらおかしくない?どうなるのよ。いや、顔とか関係ないよね。今、服の話してるのなんで顔の話になるの?服の印象の話をしてるの。で、いいんじゃないこれでどう?これでいいんじゃないの?うん。これで決定だね。これでヒール履けば。今日のお茶合わせはこれね。オッケー。カビ臭いな、これと。これをかけた。よーし。これで干しとけばね、シュッシュして干しとけばいいんじゃない?夜だし。部屋干し。よし。バッグはどうするの?普通のリュックサックをいつも使ってる。これ。普通のこれ、いつも。ポーターのリュック。だって打ち合わせだもんだって。パッドとか持ってくしね、あのメモするため。入んないもんな、シャネルとかちっちゃい、あれだって。ダサいとかそういう問題じゃないんだよね。別に。だからキャバ嬢じゃないの、私は。スタじゃないから。仕事の打ち合わせだから別にいいじゃないの。ね。お仕事の打ち合わせはみんな、そういう会費とか、普通にリュックとかでもいいじゃん、黒色とかさ。うん。そうだよね。みんなさ、ピンク色のバッグとか持ってってみいよ。頭おかしいんじゃないのって言われるよね。ねえ、キャバ嬢よ、キャバ嬢。そんなチェーン付きのさ、ピンクのカバン。イライラしてくるこっちがだよね。ほんとに。こっちがめっちゃイライラすんだけど。例えが極端。だって打ち合わせでさ、なんでさ、ドレスとか着てかなきゃいけないの?ね。普通でよくない?普通に綺麗に見えてりゃいいんじゃないの?真面目に。リュックしかないんだから普段使ってるんでよくない?こなんいつも使ってるカバンでいいじゃん。これ。だって道具が入ってんだもん。いろいろ仕事の道具とかさ。うん。合わないって、じゃ、無限くんとかビトンとかね。ゼロワンくんはなんだ?最近ハマって、プラダとか持ってくるよ。多分ね。私はいいじゃん。
失礼だからリュックで。失礼じゃないのこれ。普通にブランド品並みに高いわよ、これ。6万すんだよ、このカム。リュックだけど6万だからね。普通にブランド品だろ。ね。センス悪くないじゃん、別に。服と合わない？合うじゃん、ジャケットにね。普通にだって電車とかさ、そのサラリーマンとか見てたらリュックとか背負ってんじゃん。打ち合わせとかさ。みんな持ってない？通勤時とか。全然いるよね。電車乗ったことないのかな、みたいな。スヌーピーのバッグなんか持ってけるわけないの。だったらポータンでよくない？おかしいだろ、スヌーピーのバッグは。この間もらったやつでしょ、顔のやつ。スヌーピーよりはこっちの方がいいんだの。ね。みんな見た目に気にしすぎよね。ある程度清潔感があればいいんだよ。ピシッとしてて。ほんとさ、キメッキメでもいかなくてもね。別に。ほんとパーティーじゃないんだから。そうだよ。面接でもないよね。面接でももっとカジュアルじゃない。おかしい？カバン。だってさ、物を入れないと iPad とかさ。普通のね、おしゃれなカバンに入んないんだもん、iPad。ね。手帳とか持ってくるでしょ、多分。打ち合わせなんだから。書類とかもらってくるでしょ、なんかそういう系も。暑い。日差しが暑い。これにしてからめっちゃ暑いんだよね、家の中ね。逆に開けた方が。あ、でも入ってくんのか。なんだ、風が入ってこないっていうか、日差しがすごい、ね。マリメッコのリュックあるけど、カビ生えてるもんだって上にあんの。ほとんど。カビ生えてる。